こんにちは、ゴンベイです。いつもいつも先生方にはですね、私 の, あのビデオを見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、インドに行ってまいりまして、そのご報告というかですね、気候事情とか、私の施術に対してですね、皆さんからいただいた感想等を、お話ししたいと思います。ちょうど私1年前ですね、インドのゴアに行ってまいりました。でその時にですね、現地のですね、友人の力もあってですね、本当最高の有力者、各ですね、経済界とか、いろんな産業界とかですね、カーストでもですね、上の方とか、いろいろお会いいたしまして、先日もですね、随分させていただきました。でそれから1年経ちまして、またその方たちにお会いしたんですけども、正直皆さん本当に私の施術をですね、待ちに待っていていただいたというのが実感でございます。で今回はですね、特にメインの方としましてはフェリー・ゴメスさんですね。それからあと、タタっていう有名なインドの財閥がありますけど、タタのですね、会長に40歳の時にですね、大体40代の時に、要するに結婚になって握手をする仲になったんですね、モンバイの大実業家の、サッカーさんですね。あともう一人は、ココナッツクラッシャーですよ。ココナッツの掘削機でもって、手を入れたって、手がもうどうしようもなくなったところをですね、私の交友のギーさんが病院に連れてって、今ちゃんと腕がついてるんですけど、それのバラモンの一番上のですね、レディーです。この3人にですね、主に施術いたしました。で結果はですね、今も言ったようにインド人がびっくりするぐらい、大変な喜びを持ってですね、結果を迎えることができました。で、これはですね、そうですね、気候なんですけども、実際に相手の方とですね、呼吸を合わせながら、意識を合わせて、それで、エネルギーを流してたってだけなんですね。見る見るうちに顔が変わってきたりですね、見る見るうちにこう血流が良くなってきたりですね、足の動きも良くなってきたりっていう形がありました。で特にですね、例えば、インドのバラモンの、その女性の方はですね、大変高位のレベルの方なんですけど、もう最高の礼を尽くしましてですね、私の膝にですね、足元にひざまずいて、キスじゃないですけど、そのヒンズーのですね、最高礼の、当礼というかお礼をされてました。それからあとはですね、サッカーさん、要するに1年前もう歩くのもやっとで、目もこんなだったんですけど、今じゃもうスタスタ歩いてですね、目がランランと輝いてですね、非常にいい状態に1年間でなりました。私の気候とスワイショーをずっとやってたんですね。これがやっぱり一番良かったみたいですね。でその次はフェリー・ゴメスさんですね。フェリー・ゴメスさんっていうのは非常に有名な方で、現代ヨガじゃない、古代ヨガの、伝道者で、ヨギなんですね。で大学もヨガの専門で出られて、あらゆる難行をされました。で、スペイン人の素晴らしい奥様とご結婚されて、今はゴアにいるんですけど、1年の半年はゴア、1年の半分はこのスペインにいます。で民間外交をしてましてですね、ものすごくこの各国のですね、大臣級からも評価があって、あとゴアのアッサゴっていうところなんですが、アッサゴに入ったらですね、彼の家を聞けばすぐ分かるぐらい有名人です。でなぜ有名かと言いますと、ゴアの地元に貢献してるからなんですね。ヨガを通じて貢献して、あとインドはものすごく埃とかゴミが多いんですけど、そういったものをですね、ギャベジですね、ギャベジのクリーンなを自分たちの団体でボランティアでやってるんですね。ですからものすごくこう、やはり自治体も注目しますし、政府も注目するわけなんですね。でかつやはり人間が一番生きるのは大事だっていうので、すごくニコニコして、すごく、リブハッピーというですね、スローガンでもってフェイスブックなんかを上げてます。でちなみに私と、フェリー・ゴメス FELLYGOMESフェリー・ゴメスさんとはですね、インタビュー取っていただいた、Facebook の回数が1万2000回ぐらいにも更新されております。更新というか見られております。そのぐらい各国大臣が
まあ、注目する人なんですが、まあ、私たちのホテルに行きまして、大変な国家経過がありまして、まずエネルギーを流してですね、非常にリラックスをしてきて、ヨガのマスターのようにですね、ぜひゴンベイ瞑想で学びたいと、伝道したいと、ついては英文のパンフレットを書いて作ってくれという依頼もありましたし、奥様もですね、首が硬かったんですね、すごく。で、腰も重かったんですが、それも一切も言われないで、私の生徒の勝部さんが触った瞬間にですね、ずーっと痛さが消えてって、あまりの奇跡で驚いてました。このようなですね、著名人で特に代替療法の専門家でいらっしゃるんですが、そういった方でさえもですね、大変な喜びと、感動を持ってですね、ゴンベイ瞑想を受け入れていただきました。まあ、今回はかなりこう、まあ、だいぶこう大げさな話になっちゃいましたが、これも一ミリも嘘もございません。ですから逆に言えば、どなたでも先生もですね、私のメソッドを使っていただければ、そういった素晴らしい結果を患者さんに出すことができます。で、最後はですね、ファイブスターホテルの、シューダッデゴアというところですね。そこでずっとガーデンの前で非常にいい、いわゆるビーチがありまして、そこで大手広場に入れました。もう月が照ってまして、とっても気持ちよかったです。皆さんも 2,3 分してるうちに全部の意識がつながってですね、もうすっかり小宇宙ですね、とっても気持ちいい状態になりました。リラックスして、幸せな気持ちになって、お腹も空きました。まあ、こんな感じでですね、自分の気候をですね、取り入れていただくと、先生たちのいわゆる日常の施術の生活ですね、先生たちの生活も非常にいい意味でバラエティを富んでですね、豊かにできると思いますので、ぜひこれをですね、先生たちの生活の中に入れてみてください。今日は簡単にですね、インドの、何でしたっけ、ゴンベイメソッドに対してのですね、各会の皆様の感想と、並びに、瞑想したですね、大手広がりをやったホテルについてお話しいたしました。どうぞ今後ともよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。